カッパカッパカッパのマークのカッパ寿司。カッパ寿司のコード進行 C G A マイナー E マイナー F G C。まあ、G は G7 でもどっちでもいいです。このコード進行を、このコード進行だけは覚えておこう、スピッツのチェリーっていう動画で説明しています。そっちでは音楽理論を混ぜて分かりやすいように、ちょっと音楽理論を少しずつ学んでいけるかもしれない体で説明しています。今回はあんまり音楽理論の方には行かずに、このコード進行がいかに耳コピの役に立つか、もしくは作曲をするときに、それ結構本当はあるよっていう話をしていきます。まあ、これは CDEFGABC を 1,2,3,4,5,6,7,8 って数えるとして、その数字でいっていくと、これが 1,5,6,3,4,5,8 っていう数字になります。でそれをいちごムーミン横浜1,5ムーミンのムムムムミンさんね、ミン4,4,5,4,5,8 1,5,6,3,4,5,8 をいちごムーミン横浜って考えるっていう手もある。一応それがまあちょっとだけ音楽理論に近づいていく考え方ですね。でそれを覚える方法っていうのは、その、まあ、数字を覚えるっていうよりも数字で慣れていくっていうだけの話でね、実際に覚える方法としては、コードの一番低い音を、ってこうやってフレットポジションで覚えるんですよ。5弦3フレットから6弦に行って、5弦開放に行って6弦開放に行って、6弦1フレットから3フレットで戻る。ここのポジションで覚える。でその場合すごく分かりやすいこと、開放弦が2回出てきましたよね。開放弦の時は A の時は A マイナーなの。でその次に6弦開放、これが出てきました。これの時も E マイナーなの。一番低い音が開放弦の時だけマイナーって覚えておけば、 C は開放弦じゃないから C メジャーね。 G も3フレット押さえてるから G メジャー。でも A は開放弦だからマイナー、 E も開放弦だからマイナー、 A マイナーと E マイナーだけマイナー、あとは F G C、 わかりやすいね。でまあどっかで忘れちゃったら、まあいちごムーミン横浜ですよって言って思い出すっていうね。でももう弾き慣れちゃった方が、これはもうね、もう完全に自分のものにしちゃった方が後々楽ですから。もうカッパのマークのカッパ寿司、これ弾き慣れちゃえばいろんな曲の耳コピに役立ちます。全部の曲じゃないですよ。なんか聴いて、音楽を聴いて、あ、この曲カッパだなって思えば、もうその CD のお皿がね、カッパのお皿とこう、横浜にいちご喫茶みたいな喫茶店があるらしい、いちご喫茶じゃねえ、ムーミン喫茶っていう喫茶店があるらしいんだけど、そこにいちごジュースが本当に売ってるらしいんですよ。いいな横浜、良い横浜。いちごムーミンよーい、一番に戻って横浜、いちごムーミン良い横浜にすると、スピッツのチェリーという曲になります。忘れない負けた日、
ってなります。でそれが、まあ、パフェルベルのカノンっていう曲と、同じコード進行だから、みたいなみたいなみたいな、スピッツのチェリーのコードとバッヘルベルのカノンは全く同じコード進行で、それの、ちょっとだけ端折ったやつが、まあ、かっぱ寿司っていうことでよろしいです。はいはい。でそれじゃあどう、本当にじゃあ耳コピとかそういう楽曲を弾くときにどういうふうに参考になるのっていうと、もうだいたいわりかしパターンとしてね、最初の3つのコード聞いたときに、あ、これあれだって僕らはもう分かっちゃうわけですよ。で後半はちょっとずつ変えてるけど、変えてるけどパターンっていうのがあって、それはまあ F G C、 これ終わった感じがするじゃないですか。終わりだよ、ね、終わってく感じっていうのが F G C が終わってく感じなんですよ。それはまあこうベース音でいくと下がっていった、下がってった音が戻ってくる、降りてった戻ってきたみたいな感覚があるから F G C にすると曲って終わりやすい。その辺の感覚だけ持っておくと、例えば大事マンブラザーズ、それが大事、負けないこと、投げ出さないこと、投げ出さないこと、この辺まで、この辺まで。こっからはちょっともう一回寄り道があるみたいな感じがあって、ダメになりそうな、それが一番大事。言ってみれば前半と前半2回やってる感じ。前半の負けないこと、逃げ出さないこと、あがダメになりそうなこと。ここが前半と一緒。ここもまあカッパカッパカッパと同じってことね。 C G A マイナーが2回出てくるのが大事。それはこれはこの曲はね、この曲はね、もう一回いくと、負けないこと、負け出さないこと、負け出さないこと、死ぬことダメにな、ここはもう一回トントントン、それが一番大事が、かっぱ寿司と同じでしょ。はい、次アリスの、まあ、堀内孝雄さんの遠くで汽笛を聞きながら、まあ、これ本当はカポ1なんだけど、カポなしで説明しますね。ないよ続けて弾いてから、ありがとう、これありがとうって誰でも2人とも言うんだっけ。ないよ溶けちゃう夢がまるで嘘のように、暮らしてみたい。ねえねえねえ、まあまあ全体的に割とそうだと思いますけども、スピッツのチェリーと比べると、ここの F が、ここの F が1個なくなってるっていう、そんだけの話みたいなことなんですけども、で、あいみょん、マリーゴールド、勝手に来るよ、さがちょっと心を愛すぎて、真面目に続けるだけ、みんなと一緒で、これは実際にはベーシストがベーシストがドシラソファミを弾いてるから、途中で G カッコオン B とか C カッコオン E っていう、そのカッコなんとかっ
ていう音はベーシストがそこを弾いてれば過去音なんとかがつくっていうことで、ベーシスト関係なくいくとすればこれも C、G、A マイナーで始まって、その後の G を一回挟んでから F、C、F、G になる。まあチェリーと比べれば一回 G が多いだけみたいな感じ、みたいな感じ、うん。イルカの名残雪、これはカポ5ですけども、もしくは伊勢正蔵さんが歌う時はまたカポの位置が違うと思いますけども、汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる、汽車と橋の雪が降ってる、でしょ。これは割とまあチェリーっていうよりもパッヘルベルのカノンの方に、雰囲気テンポ感は似てますよね。汽車を待つ君、汽車、まあここはあれだけどね、あの山下達郎さんのクリスマスイブに似てるけどね。きっと君はこ、きっと君は来ない、一人きりのクリスマスイブ、サイレン、これもそうだ、山下達郎さんのクリスマスイブ、雪へと変わるだろうな、スワイレーネフォーリーナイ、みたいにそのある程度そのかっぱ寿司のコード進行を知ってると、今の僕みたいにその曲のコード譜みたいなものを見てなくても、なんとなくで次のコードこれじゃねえのって予想しながら今みたいに弾いていけちゃう。それがかっぱ寿司の秘密です。イルカさんの名残雪っていうのは、まあ、Eマイナーがないって感じ、チェリーと比べると E マイナーがない感じ、その E マイナーない感じ、もしくはその E マイナーが実は G の平行調っていう感覚の、まあ、似た音なんだけど、 G と E マイナーは似てる音なんだけど、そっちを G を優先にした方がマリーゴールド、もしくはビートルズのレッド・イット・ビー、こうか、うん、これは今一瞬だけ弾いた、こうやって一個だけボジョーンって弾いたでしょ、これ C G A マイナー、合間にほんの一瞬だけベース音が G がちょっと潜り込む感じ、バツナギっていうか、その音と音の A マイナーから F に行く途中にこうやってこの音1個挟む、みたいな。今これで何ですか、達郎さんの曲入れたら8曲ぐらいがなんとなく似てきていましたよと。じゃあさっきの名残雪のパターンで E マイナーがない方のパターン、ラランラン、ラララ、やっぱり今日も会いたい、愛が滑ってさ、強く愛が滑ってさ、今こそまあこう、ものまねがやりたかったわけじゃないですよ、ものまねがやりたかった、ものまねはもうちょっと真剣にみたいに思いつきで、ああの曲似てるかもしれないって言いながら、こういうふうになんとなくその曲のコード進行を思い出しながら弾けていってしまうっていうのは、全てのそれの根底にかっぱ寿司があるからなんですよ。
さあここまでの動きっていうのはなんとなくまとめると CGAmEfGC っていうコードがあって Em がまあミソ C っていう音なんだけど、そのミソ C とよく似てる音のソシレっていう音にここが交換されることがあったり、まあまああの Em のマイナーである3度のマイナー3度って音が G だからね。でそれがまあなかったりする。1,2,3 個のコード見つかったら4個目のコードだけどれかもねっていう感じで、かっぱ寿司はないけどもカノンとかスピッツのチェリーだったらここに間に CF ってのが一回入りますせーって感じ。これが大まかな感じで、例えば Em ってとこはないっていう、ないっていう場合っていうのは要するにうん、別にこれ歌えるっちゃ歌えるじゃないですか。カッパカッパカッパのマークのカッパ寿司、歌えちゃいますよね。これはすなわち亀田のあられおせんべい、まあまあまあこういう曲ってな、 CM の時になんかこう物を売る時のこう耳に覚えやすいようなメロディーを作ると大体こんな感じになるっていう、分かっていただけたでしょうか。かっぱ寿司のコード進行を何でもいいから無理やり暗記しておく、暗記していくっていうよりも左手にもう覚えさせておく。 C とか Am 次は Em とかそういうコードの覚え方はしない。サウンドの雰囲気でこっからドスンって1個下がった、悲しくなった、もう一回ドスンって1個下がった、終わりますせ。こういうことこういうことこういうことこういうものを左手にもう完全に慣れさせておく。そうすると何かの曲で最初の3つぐらいのコードが荒れちゃうの、その荒れちゃうのはね、まあね、この雰囲気なんですよ。どうしらっていう、この雰囲気があったらもうこれちゃうのなんですよ。かっぱ寿司ちゃうのなんですよ。一曲一曲今度私あの曲弾きたいって思った曲を弾く、そのコードを覚える、それはねちょっと若干遠回り。まあまあもちろん僕も中学生高校生、東京来てから20代とかはそうやって一曲ずつのコードを全部丸暗記に近い状態で暗記して弾いてたわけだけども、今となってはなんという遠回りというかね、もっと簡単な覚え方があったのにっていうのを思いついたから今皆さんに伝授してるっていう、思いついたっていうか、まあ世の中の音楽っていうのはこういうのがひょっとしたらね、ポピュラーミュージックスクールみたいなところに行けば教えてもらえるのかもしれないけども、そういうところに行かずにやってきている人間にとっては見つけた瞬間の楽しさ、それは見つけてから音楽理論に入っていくって感じなんですよ。音楽理論を教えてもらって勉強して、だからこれがこういう風ですよねっていう考え方も脳ではないけども、それよりも自分で見つけてっちゃって、あれここってこうなってんじゃんっていうのを見つけてから音楽理論に入っていく方が楽しかったりする、そんなこともありつつ、今回はかっぱ寿司のコード進行はどなたも皆さん覚えてねってことでございます。ではチャンネル登録、コメント、いいねボタンよろしく。